その相模原のメンバーから確認しておきます。ゴールキーパーアジェノールです。組んで鎌田、そして無名の3バックです。中盤の底に川上が入ります。右にただ左船木、シャドウのポジションに清原と星、前線平松と藤本の2トップという形になります。前節松本戦から4枚帰ってきました相模原です。一方町田のメンバーです。ゴールキーパー福井です。三木、深津、高橋、奥山、右今日は吉尾です。高江、森下、平戸、そして中島、長谷川の2トップという形になっています。スピーディーじゃないですよね町田もね。はい、反した吉尾左足、アジェノールナイスセーブです。平戸のキックです。巻いてくる真ん中、いいボール、ゴールインです。先制町田、平戸の右足から直接狙いましたよね。誰か当たっているんですかね。川上が触ってるかもしれません。ちょっと止まるからどうしようかってなるわけですね。そうですね、まあ、これが、まあ、風がまた背後狙ってきました。平松強い、入れ替わった、平松切り返す、平松、平松ラストバス、見事なゴール、同点ゴールです。まあ、ここのボールも、まあ、風の影響から少し止まり気味になって、ここでよく勝ちましたよね。で、1人かわしたのが大きかったですね。はい、あとはもう清原は触るだけだっていうね。いや、素晴らしい、まあ、平松の船木のスローイン、伸びてくる、梅井がセル、こぼれてくる、組んで後ろ藤本純吾、藤本右足クロスバー、清原です。いや、ロングスローからセカンドボール、大きなチャンスでしたね。藤本これ狙ってますからね、しっかり狙って上の遠いサイド、まあ、右足でしたけれども押しシュート放っていきました。藤本左足で、今度はいいボール、止まるボールです。平松へ、内側、星コーター、星ダイレクト、こぼれた、ヘッド、川上のヘッド、長谷川落として高江、右へ展開します。太田とドゥドゥ、甲府のコンビです。シュートが来る、まあ、ここに出した太田の優しいパスが、三木、森下、ワンタッチ、長谷川へ、横使う、後ろも高江、平戸のシュートだ、わずかに左、前線に平松という形です。高市で奪って、太田、長谷川、一つ溜める、長谷川、アリア・ジャスール、スルーパス、高江、ダイレクトの折り返しだ、こぼれた、シュート、平戸、枠の上、アジェノールビッグセーブです。よく体張りましたよね。ドゥドゥですね、ドゥドゥが入ってきました。長谷川、平戸、高江、前が開いた、高江レオ、こぼれてヘッド、太田のヘッド、どこまで進入できるか、もうちょっと前に4つ張って、後ろからっていうのは相模原としては守りが少ない。飛ばったチャンスになる、3対2、平松から左、梅鉢、右、和田がいる、梅鉢、自分で行く、梅鉢、試合終了です。最後相模原にチャンスがありました。 J2 に相模原が上がって初めてのダービー、結果1対1の引き分けです。